はい、2時半、いやまた釣り行きます。大丈夫そこに置いとこう。はい、それではまた昨日と同じ堤防に行きます。はい、昨日後半平正ねガツガツ僕以外の人が当たってたポイントに入ることができましたんで、ここでね昨日釣れたパターンをまんまやってみようと思います。で、昨日帰りにアングルっていうね釣り具屋さんでジグを買ってきました。今回これでやっていきます。はい、それではですね、一発目はこのコルトスナイパーの青物キャッチャーのイワシロケット、このちょっと細身のタイプの青物キャッチャー、これでいきます。はい、これはですね、昨日ここでボコボコヒットさせてた島根の渡瀬恒彦が使ってたジグです。なのでもう実績のあるジグだと思いますので、まあこれをねガツガツ投げていきましょう。こんな感じの細身のねやつです。まあ彼が使ってるのは 40g なんですけども、ちょっとそれのワンサイズ、ちょっと小ぶりなタイプ。そしてもうとにかく昨日の平間さんの動き見てたら、もうヒットさせたらもうゴリゴリ巻いて根に潜られないようにしないと、まあ、50センチぐらいのね平間さんでも本当にもう堤防際のスリットに入っていかれるので気をつけていきます。青物キャッチャー、よし。じゃあ海の状況はなんか昨日よりちょっとなぎいてる感じがしますが、そして昨日釣れ始めたのが7時から8時ぐらいということで、まあ、明るくなってからなんで、まあ、この朝まずめはどういうことになるか分かりませんが、まあ、とりあえずチャンスはチャンスだと思いますのでね、しっかりとやっていきます。リギング釣れたんかな、マジで。ちょっと俺も行ってくる。やっぱこの時間煽りなんですか。そうそう言ってたやつだ。青物釣れないんで、まあ、エギングでエギ釣れてるよということなんで、ちょっとやってみます。わ、すごいすごい。この辺り、この辺り、さっきはあの辺のエギ。おお、ちょっと横行っていい？あ、ありがとう。マジで？すげえ、釣れるんや。わあ、すごい。あ、こういかいね。重たいよ。うまいね。おお、うまいね。わ、でかっ。でかっ。マジっすか。60ぐらいありますよこれ。50ぐらいか。強烈ですね。うわ、すげえ、こんなん釣れんすね。おめでとうございます。はい、6時22分、結局エギングも不発でまたジギングに戻ります。平正狙いに次は昨日買ってきましたこのジグパラの 30g、 この自然な味からライブベイトからでいきます。多分昨日も7時過ぎぐらいから青物始まってますので、まあ、タイミング的にはいいんじゃないかなと。そしてこのジグパラとさっきの青物キャッチャーとで、まあ、交互にしてまたあれジグ探していきます。まあ、とにかくサクッと1匹、もうねサイズは問わずまず1匹ってからジグパラ。さあ、もうやることは一緒ですね。着底前にさせてからの巻き上げ、だいたい20回ぐらい巻き上げて、でまた落とす、それの3セット。3、4、5、2、5、2、6、2、7、27秒。本当に昨日もそうでしたけど、ボトム、中層、表層もどこで当たるかわからないんで、まあ、とりあえずボトムまで沈めてやっていきましょう。おー、ナイス。マミヒラ、ちょっと待ってよ。ナイス。マジで？あ、一匹外れた。あ、一匹外れたね。おー、来たね。網行く？抜く？やっぱ8時だね。7時45分。やっぱ引きが強いね。おー、すごいよ。ここが強いよね、本当に。なんかもうやっぱハマチと違うね、やっぱり。
一回顔だ。あ、危ねえ。やるな。マジで？なんで？なんで俺消えへんの？目がかりか。マジか。なんでめっちゃ馬なって。お、来た来た来たよ来たよ。俺も来た。よっしゃ来たよ。マミヒが来たよ。よっしゃ、エイアンさんの来てたらね、俺のも来たよ。やった来たよ。よっしゃよっしゃ、復帰よっしゃ来たよ。お、やっぱ引きが全然強い。よっしゃ来た、平正だ。よっしゃ平正来た。マジか、やっぱ今地合いだわ。くっ、お、マジ引く、やべえ。おっしゃ、浮かしたこともない。よっしゃ、すごい暴れ方が全然違う。ちょっと待って、来たよ、いくよ、せーの、おりゃ、おっしゃ出た。よっしゃ来たよ。今回ってきてんだ。50ぐらいあるよこれ、でかい。やった、うわ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 、靴に引っかかった。ちょっと待って、やっぱなんかすごいな、なんか元気さが全然違う。ちょっと待って、こんなことしてる暇ないのに。マミヒラですね。ハマチですか、ハマチですか。あ、いけたいけた。ハマチですか、ハマチ。これヒラマサじゃない、ハマチだ。ここのねラインが薄いし、これカードが違うしね。せやね、ここが硬ね。でこのこれもほんまや、なんか引きが強いとか言いながら、これハマチでしたね、ヒラマサじゃない。お、やっぱ引きが全然強い。マジ引く、暴れ方が全然違う。これが四角いのと、ここのラインがちょっと離れてるってことでね。うわわわわわわ、ピートね、測りましたらちょうど50センチ、まああるかな、まあ50にしときましょう。はい、とりあえず沖堤防を渡って平正狙いで初めての青物は残念ながらというか、まあ、ハマチでした。引きがすごい強くてね、一瞬平正かなと思ったんですけれども、まあ、それでも青物回ってきましたんで、まあ、ここから豆平狙っていこうと思います。やりました。よし、まあ、とりあえず釣れたのがジグパラのこのライブベイトからのアジからですね。よっしゃ回ってきたよ。この時間からなんですね。朝まずめの方がチャンスがあるかなと思ったけども、そうではなくて、日が上がって、まあ、しばらく経ったね、この8時、まあ、ヒットパターンは本当にしゃくって、エイアンさんがヒットして羨ましがって、よそ見しながらごそごそ巻いたらガツンと当たった感じなんで、まあ、多分中層よりも上だったような気がします。ね、豆平とハマチの層がね、どっちが上か下か分かりませんけども、多分もう混ざってザーッと入ってきてると思いますんで、今多分杭が立ってる状態だと思うんで、どんどん投げていきましょう。昨日はね、こっから本当に昼の1時ぐらいまで続いたんで、ちょっと地合い逃さないようにね。中層で食ってくるからって言って中層から巻き始めるんじゃなくて、やっぱり着底は取った方がいいということなんで、そこから魚が追っかけてきてるかわからないんで、だから着底させて、まあ20しゃくりぐらいで表層近くまで上げて落とす。
まあ、それが大事なのかなと思います。じゃあ次はちょっと完全にね、ヒラマサ狙っていきましょう。来たよ来たよ、おっしゃ、ウッキング、よっしゃ来たよ、マミヒラかな、どうだろう、よっしゃ来たよ、お来たね、サイズはね多分一緒ぐらいだと思う、よっしゃ来たよ、2匹目マミヒラで掘ってほしい、お見えたね、どうだろう、ハマチかな、マミヒラかな、マミヒラだったら、おお引くね、おお引くね、ハマチかな、ちょっとハマチっぽいね、おっしゃ、よし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 、おお綺麗だね、魚体が。こっからね、お、ヒラマサっぽいぞ、そっち行くな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 、ここだよね、ここが本当に、お、ヒラマサっぽいぞ、ヒラマサっぽいぞ、おっしゃ、ヒラマサっぽい、ヒラマサっぽい、せーの、おりゃ、おっしゃ、ヒラマサだ、間違いないでしょ、よっしゃ、やっぱすごいね、ガーッと、テトラ、あの、釣り糸のとこ入ろうとしたもんね、ヒラマサだ、間違いない、ほら、ここね、ラインが、左にかかってますもんね。よっしゃ、ヒラマサだ。来たよ、初。8時7分。やっぱハマチと一緒にね、群れで入ってんだね。よっしゃ。これはヒラマサですね。どうです？ああ、こうじゃねえ。マメヒラじゃねえ。マメヒラ。ありがとうございます。ありがとうございます。これ全然違うわ。ねえ、やっぱりちょっとシャープですもんね。これで、これがね。おう。あ、黄色い。これもこっちだいぶ長いよね、あいつに比べて。あ、長い感じなのよ。これ、こっちの、これが丸だったらね。おぉ。カードがね。あ、ほんまやね。ここがね。すごいカードが違う。ほんまや、ほんまや。ありがとうございます。よかった。やったー、ヒラマサ来た、初めて。チャンスですね。人生初めてのヒラマサは、45センチ。ね。豆ひらサイズですね、まあ、ここのスタンダード。はい、来ました、正真正銘のヒラマサね、狙った通り遠征した甲斐がありました。まあ、次はサイズアップ目指していきます。次60センチ、よし、でした。そしてこれの出番ですね、ストリンガーね、予告してました通り釣れたらこれで締めると。まずは最初のハマチ、ヒラマサ、海にね、つけて血抜きしましょう、キープしておきましょう。よっしゃ、よっしゃ、もちろんね、釣れたのがジグパラ、もう今日はこれかな、もうこれでどんどんやっていきましょう。目標はね、60センチオーバー、45のね、やっぱマミヒラでもやっぱりガンガン引きますよね。堤防のこのスリットに入ろう入ろうとね、完全に何かにこう潜ろうとするんですよね。これがもっと底の方やったら、底の下の方の敷石に入ったりとかするんで、本当に早めにやらなきゃいけないから、まあ、ヒラマサは難しいというか強いと言われてるところですよね。まあ、ちょっとこれ60センチになったらね、どんな感じになるか分かりませんが、来た来た来たよ、そこの方で来たね。なんだろうこれ、ちょっと青物っぽくないけどね。なんだろう、な、え、なんだなんだこれ。お、ベラだ。珍しい。ねえ、これはかわいそう。ちょっと引っ掛けちゃったね。ごめんね。はい。よいしょ。来た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 よ、A さん来たよ、ラストに、ごめん延長だわ。よっしゃ来たよ、終わろうとしてたからね、最後来たね、一回当たりがあってね、また追い抜き来たね。よっしゃ来たよ、ヒラマサだ、マメヒラでしょ、おっしゃいいよ、よっしゃ、あ、バレた、バレたよ。お、来た来たよ、また来たよ、やっぱりほら、フッキングよ、っしゃ連続来たよ、皆さん今度こそ延長だわ。よっしゃ、また試合来たね。やっぱね、11時満潮で今10時前
なんかね、満潮前のやっぱりね、なんか杭が立ってきてるね。連続だもん。よっしゃ、今度はバラさないようにね。よっしゃ、来たよ。どっちだ、ヒラマサか豆か、豆かハマチか、どっちだ。よし、どっちだ。ヒラだ。おお、2匹3匹追っかけてきてる。おお、来てるね。ヒラだね、豆だね。よっしゃ、来たよ。サイズはそうでもないけどね。おっほう、よっしゃ、ガッツし食ってね、大丈夫だね。よっしゃ、よせーの、おりゃ、よっしゃ、来た。よっしゃ、10時前。うん、紛れもなくヒラマサですね。黄色っぽいのはやっぱヒラマサですね。よっしゃ、来たよ。ヒラマサ2匹目。よし、やっぱね、1匹釣り始めると群れで入ってくる可能性あるんでね、続きます。多分ね、急いで行こう。もうここガッツシだもんね。もうガッツシだな。よし、よっしゃ、来たね。はい、エイアンさんの腰痛がねひどくなりましたんで、10時半切り上げます。これね、大迫力でしょこれ。おっしゃ、はい、ということでハマチ1匹とマメヒラ2匹